はい、皆さんごきげんよう、オーディオファミリーです。はい、やってまいりました。はい、はいはい、元気よくいきましょう。はい、ですね、オーディオテクニカさんから、そうですね、はい、順次なんかカートリッジお借りしていただいてまして、はい、今回の VM のカートリッジ、はい、そうですね、まあ、フラッグシップのカラバン言いますと、はい、ですね、VM760SLC、はい、税込みで88,000円、はい、このモデルと、あ、これあれか、カートリッジだけのやつだね。そうです ね、はい、ね、ヘッドシェルヘッドシェルくっついたやつちょったんで、はい、まあ、カートリッジはこの型番ですね。そうですね、はいはい、それと、まあ、これそうですね、VM の 510CB、はいはい、税込みで15,950円、はい、これは結構安い、 VM で一番そうですね、安いんですかね、このカタログで写真が載ってやつでは多分一番お手頃 お手頃なやつになると思います、ね、ですよね、はい、ということでこの2つのレビューと、はい、あとはスタビライザー、そうですね、スタビライザーもちょっとお借りしてまして、はい、これが親入さんのスタビライザーになってまして、はい、ですね、 STB の MSX の小さいやつの方ですね、はい、こちら、これがね19,800円の、これ税がちょっと分かんない、 STB の HWX、はい、この大きい方ですね、大きい方ですね、これは22,000円の、スタビライザーになっております。はい、あともう一つなんかね、オプションかなんかでね、そうですね、ここのとカーボンの、はい、重さを変えれるみたいですね。そうそうそう、多分小さい方のサイズなんですけど、はいはい、ここが変えれるインシュレーターってなって、はい、まあ、ここでちょっと外して、うん、こういう感じで、はい、マルチユースインシュレーターというもの、なんかそうカーボンに変えるんですね。これがなんか6個入りのやつ一応お借りしてまして、まあここら辺のちょっと聞いた感じとかのいろいろ感想とか、はい、お話しできればなというふうに思います。はい、ということで、とりあえず音楽聞いてみましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。はいはい、それでまあ今回システム、まあ、一緒なんですけども、まあ、パワーアンプのマッキントッシュの MC462、はい、でマーク・レビンソン、はい、でナンバー 26SL、はい、で、パイオニアの PL の70というモデルのこの機械で、音出し、あとフェーズメーションさんですね、そうですね、ホノイコライザーの EA320、このシステムでいこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。VM の510でしたね。はい、やったと思います。VM510CB ですね、はい。はい。よろしくお願いします。はい、
はい、軽い方からですね、うん、Thank you.
皆さん、あ、俺終わったの。はい、ということで、いいんじゃないですか、これ。はい、ということで、はい、今聞いていただきました。まずね、はい、オーディオテクニカさんの、はい、VM のカートリッジからいきましょうかね。そうですね、まあ、あの VM のフラッグシップの、はい、ですね、VM7600、はいはい、SLC、VM についての、はい、お話、ちょっとあれですか、はい、ちょっとまあ調べたんで、はいはい、ちょっとまああんま詳しくはないんですけど、はいはい、わかりました。まあ、あのオーディオテクニカさん独自の方式で、はいはい、あの VM って言って、はい、まあ、あの他社さんでは MM、はい、まあ、ほとんど、まあ、仕組み的にはもう MM なんですけど、うん、まあ、オーディオテクニカさんの中では VM ってことで、はい、でその VM について、まあ、ちょっと頑張って調べて、うん、まあ、全然詳しくないんですけど、はい、すごいなと思ったのが、はい、あのレコード版の原版って、はい、あのラッカー版っていうんですけど、はいはい、そのラッカー版をその作る機械を、うん、あのカッティングマシーンっていうんですけど、うんうん、そのカッティングマシーンのカッターヘッド、はい、そのラッカー版に溝を刻んでいく、うん、あの先の部分なんですけど、うんうん、そこのカッターヘッドと仕組みがなんか、うんうん、ほぼ一緒っていう、はい、ちょっと思い出してすいません、はいはい、っていうことで、はいはい、あの本当にその原版作るその機械とその方式が似てるってことで、うん、あの本当に すごいなと思ったんですよ、うん、でなんかそのメリットとしてはそのチャンネルセパレーションがすごくいいっていう、うんうん、トレースしやすいとかトレースっていうか本当にその、うん、はい、あのちょうど同じもんですか、ね、同じもんですからその同じ仕組みで削ったものを、うんうん、あ削ったというその原版作ったものと、うん、その音を取る側ですよね、うん、が似てるっていうことは、うん、本当に近いってことなんですよね、その本当のその現場っていうか、それをまあ目指して、うん、あの開発されたものらしくて、うん、なるほど、すごいなっていう、まあ、特許取られてね、特許も取ってるんですよ、ね、はい、なるほど、まあ、独自で、まあ、本当オーディオテクニカさんだけなんですよね、その VM ってやってるのは、はい、なるほど、まあ、そこがちょっとすごいなって思ったポイントですかね、はい、わ、はいはいはい、かりました。ということで、はい、まず安いモデルからいきますか。そうですね、VM の 510CB、はいはい、税込み 15,950円、はい、こちらのモデルどう感じました。そ、ね、はい、まあ、そのカタログとか、まあ、そのメーカーさんも言われるように、はい、スタンダード、うん、はいはい、本当に、まあ、入門なんかそうです、結構安いですもんね、はい、本当 に聞いてもなんか本当に懐かしい感じっていうか、うん、まあ、本当にまあ、針先もその丸張りってことで、変な話ちょっとこう針がずれて、うんうん、そのレコード盤に降りたとしても、うん、ちゃんと音が出るんですよね、うんうん、なんで使いやすいっていうことで、うん、本当に初心者の方とかにも うん、最適なのかなっていう感じですね、うんうん、まあそれでまあ聞いた感じなんですけど、うんうん、良くも悪くも本当にスタンダードっていうことで、うんうんうん、どうしてもちょっと欲が出てきちゃう感じがしましたね。ちゃんと普通に音は出るんですけど、うん、細かなこと言うと、うん、ちょっと厳しめになっちゃうのかもしれないんですけど、うんうんうん、音の広がり感、うんうん、音の奥行き、うん、音の高さ、その3次元的な表現ですよね、うんうん、それが少しちょっと甘い感じ、うんうんうん、で全体的に音が全部内寄りで、うん、外側の広がり感みたいなものがちょっと薄いかなって感じがしました、うんうん、あとそのやっぱり音のレンジ感みたいなものですよね、うんうん、その下から低域から高域までの間も、うん、やっぱり少しちょっとあれかなって感じで、うん、本当ならもうちょっとなんか高いところまで聞こえるのかなとか、うん、本当ならもうちょっと低い音が出てるのかなっていうような印象を受けちゃいましたね、うん、今回オーケストラのね、大変性のちょっとなんで意地悪だったかもしれないです。それちょっと僕も分かりやすかったんで、はい、あえてかけ多分
多分 音取れとると思うんですけど、はい、その違いはね、そうですね、おそらくですけど、ちょっとまあ意地悪な実験というか、うん、ちょっと分かりやすい感じの楽曲はちょっとそうです、ね、まあ、厳しめにちょっと、うんうん、あえて、うん、あえてしました、ちょっと厳しめにさせていただいたんですけど、はいはい、まあ、分かりやすくですね、分かりやすくちょっとかなと思って、はい、させていただくためにちょっとしたんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、このモデルに関してはちょっと厳しかったかなっていう感じ、うん、まあ、ただいろんなね、ものはこのアンプ、そのそうですね、アップがいろいろ、そうなんですよ、結局にしてもそうだし、その組み合わせであれなんで、まあ、プレイヤーとか、はい、トーンアームとか、うん、本当にホノイコライズアンプとか、いろんなアイテムが、いろんなものがあるんで、ね、一概にあれなんですけど、ね、今現段階においてのこのセッティングっていうか、うん、システムにおいて、はい、そうですね、聞いた感じがそういうような、はい、印象があったよってことで、はい、まあ、今回アンプとかの説明したんですけど、はい、森田オーディオさんから、はい、このプラチナムシリーズのフラッグシップの1個下の PL300 ですかね、はいはい、そうですね、こちらのモデルまだお借りしてましたので、はい、こちらの方で今回、はい、そうですね、せっかくなんで、はい、やらせてもらいました、はいはい、ということで次は VM の 760SLC、はいはい、税込み88,000円、はいはい、まあ、オーディオテクニカさん の、 その VM カートリッジシリーズの中で一番その、はい、高いフラグシップということで、はいはい、まあ、なんかさすがフラグシップっていうだけのことはあるってことで、うん、非常に音のまとまりもいいし、うん、で先ほど言ってたその音の広がり、うん、奥行き感、あと高さの表現、うん、全て、うん、いいバランスでまとまってるなっていう印象を受けました、うん、で本当に見通しもいいんですよ、細かな音もちゃんとトレースっていうか、うん、出してくれますし、うん、でもう何よりもちょっとすごいと思ったのは力強さですよね、うん、本当に力強い感じで、でその力強いんですけど、それがあんまり嫌味じゃない、うん、くどくない、うん、絶妙な感じで、うん、バランスされてるなっていう感じで、聞いた感じは非常に好きな感じでした、うんうんうん、はい、MC のカートリッジとか結構高いものも聞かせてはもらってたんですけど、うん、いやもうなんか VM なんかもう侮れない感じっていうか、うんうん、価格考えたらすっごいものだと思います。まあ、ラインコンタクト針ということ で、 そうですね、はい、針のあれも違う、ちょっと鋭角な感じで、はいはいはい、本当にレコード盤の音溝の深いところまでちょっと、うん、撫でてくれるような針なんで、はい、まあ、安くはないんですけど、いや安くはないんですけど、フラッグシップって考えるというふうにかあれ考えるとちょっとまだそうですね、いけるかな、はいはい、そうですね、トランスもね、 MG トランスもいらないし、そうなんです、昇圧しなくても大丈夫なんで、ね、なんかちょっと、まあ高いですけど、そうですね、ちょっと頑張ってもし買われて、うん、ご自身のシステムにつな、うん、くっつけて聞かれると、うん、多分びっくりされると思います、うんうん、まあ、僕も今聞かせてもらってびっくりしたんですよ、うん、ああって、もう結構賞も取られてますもんね。そうですね、ここを見ると、うんうん、結構なんかその辺の意味がちょっと分かるというか、うん、はあって、うんうん、すごいなっていう感じがしました、うんうん、なんか欲しくなったらしいですよね。欲しくなりましたね。プレイはないです。プレイはないんですけどまあでも本当にそのやってる頃からちょっと気になってた針の一つではあったんで、はいはいはい、なんか何年後しかのちょっと夢が叶ったかなっていうか、うん、まあ、使ってみたいと思いながらいて、はい、プレイヤーが壊れて、うん、そのままになっちゃったって感じなんで、はいはいはい、そうですね、まあまあね、いいタイミングでね聞きましたね、はいはい、うん、はいはい、まあ本当に好きな感じでした、うん、分かりました。これに関してはなんかあんまり、うん、細かなこと言わなくてもいいかなって、うんうん、まあ、個人的に一度聞いてもた、見てもらいたい感じでしたね、うんうん、はいはいはい、本当に価格考えたら多分びっくりするような音だと思います、ね、うん、頑張ってこれ買った方がいいかも分かんないですね、はいはい、あ、それと、うん、あ、今ちょっと思い出したんですけど、うん、面白いちょっと機能っていうか、うん、あれがあって、うん、この700番台と、うんうん、700番と、600? 500番と600番あるじゃないですか、
あのまあちょっと600番はちょっと特殊っていうかあのモノラル の, ああの針なんでちょっとああの省きますけど、はいはいはい、あの700番 と,、500番に関しては、うん、あの同じっていうかステレオの針なんですよね、はいはい、なんで本当にこれちょっと面白いなと思ったんですけど針先変えれるんですよ。そうそう、俺僕もねさっき見ながらね、はい、あ、そうなんやと思ったら、針先が変えれるんですよ、うん、この上のボディを残しながら、うん、下のその針先部分だけこう、うん、抜けるらしいんですよね、うんうん、あのこれあの MC のカートリッジじゃありえないんですけど、うん、この VM とかも MM とかのその方式独、うん、の独特のあれなんですけど、これは本当にスポッて抜けるんで、 なんかその針の、まあ、スタイラスですよね、はい、スタイラスチップの違いを楽しめる、うん、なるほど。なんでその変な話、こう高いこの、はいはい、8万8千円の、はい、これにその丸針をつけたりとか、なるほどなるほど、ね、あのできちゃうんですよ。これ針の金額もいろいろまちまちなんですかね。そうです、まあ、だいたいここに出てる、うん、これだけ本当に売ってるんですよ、ここの。なんでそこのボディだけ、ボディっていうかその下だけ買って、うん、このあのところにこうつけるっていうか、うん、なるほど、はい、なんで本当にラインコンタクト針だったりその丸針だったり、はい、あの楕円とか柴田針とか、なんか本当に、まあ、カスタマイズできる感じなんで なかなかそこまでされる方いないと思うんですけど、うん、でも針折れて、はい、壊れて、そうなんです、折ってしまったとかいう、なんでちょっとなんかあの違う感じで聞きたいなって時には、うん、ちょっと あえてちょっと違うモデルの針をつけてみたりしても面白いのかなって思いました。あ、すごいと思いましたね、うん、はい、あ、面白いっていうか、なるほど、はい、まあ、本当にこのオーディオテクニカさんいっぱいこうやってシリーズ出してくれてるんで、うんうん、そういうのもまあそういうこともあってまあなせる技なのかなっていうか、まあ、比較的本当に、ね、お手頃ですよね。そうなんですよ、うん、はい、すごく、はい、あのいいメーカーさんだと思いますよ、うんうん、はい、本当に下から上までやられてるってことで、はい、はい、はい、で、まあ、今回ねこれ、はい、まあ、テクニカさんもそうなんですけど、はい、先ほどあの親指さん、はい、ね、こちらのスタビライザー、はい、の紹介もさせてもらったんですけども、はい、それでまあ親父さんのね、はい、こちらのもう聞き比べさせてもらって、はい、まあ、空気録をさせてもらいました、はい、そうですね、はいはい、これでまあ型番がこれ STB の MSX のちょっと、ね、はい、小さい方、はいはい、こちらからちょっと感想あれしますか。あ、そうですね、はい、はい、その、まあ、あの軽い方、はい、軽い方ですね、はい、あの聞かせてもらったんですけど、はい、あの面白かったです、うん、まあ乗せない状態と乗せた状態で、うん、まあ、聞かせてもらったんですけど、うんうん、はい、いやしっかり本当に差が出るなっていうことで、うんうんうん、まあ、乗せた状態の感想から言うと、うんうんうん、本当にあの音が全体的にちょっと落ち着いた感じで、うんうん、定位感みたいなものも良くなる感じがしましたね、うんうん、はい、まあ、でなんかまあ乗せない状態と乗せた状態でいろいろ聞かせてもらったんですけど、うん、まあ、本当にこれ僕個人の意見というか、うん、あれなんですけど、楽曲とか、うん、そのレコード版とか、まあ、状態によって乗せない方がいい場合もあったんですよね、うんうんうん、乗せない方が好みだな、逆に乗せた方が好みだなって、うん、なんで、まあ、完全に好みなんですけど、うん、全てにおいてそれ乗せればいいかっていうわけではなかったっていうのがまあ本音というか、機械によってもね、そうなんですよね、乗せる方がいい機械もあると思いますね。 そうなんですよね、はい、多分なんで本当に聞かれるその状態とか、うん、その、うん、あの好みに応じて、うん、あ、この感じだったら乗せた方が好きだわとか、うん、あ、この感じだったら乗せない方がいいわ、うん、まあ、スタビライザーなんで乗せたり外したり、うん、取ったりというのは簡単なんで、うん、そこら辺はその聞きながらやってもらえればいいのかなって思いましたね、うん、はい、まあ、でも全体的にその、うん、面白かったです。いいものだなと思いました、うん、はい、でもオプションでね、またカーボンのね、はい、もっとさらに軽くできる、はい、軽く重さが変えれるっていうのも すっごく今までにない機能だと思います、うん、自分の好みの、はい、そうなんです、ね、だいたいそのレコード のスタビライザーって言ったら重さが決まってて、うんうんうん、買ったらもうそのまんまなんですよね、うん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 、なんでこれはでもその軽くしたりできるっていうことで、うんうんうん、はい、そこがまあ面白い
なと思いました、うん、これは多分 STB の MSX、ね、小さい方のサイズだけのオプションになりますかね、はい、多分、はい、でまあ重たい方、うん、まあ、あの重たい方もまあ聞かせてもらったんですけど、はいはい、重たい方は重たい方でまあメリット、まあ、デメリットがあるっていう感じで、うんうん、まあ、うん、メリットとしては、まあ、本当にそれなりに重たいんで、うん、がっちりと本当にその、うん、あのターンテーブルとレコード盤をこう くっつけるというか、うん、まあ、一体的に動かす感じ、うんうんうん、まあ、すごくなんか、まあ、いい意味でも音がちょっと硬くなってちょっと音が全体的に暗くなる印象を受けましたね、うんうん、広がりもなくなる広がり広がりとかにしても少やっぱ弾み感がどうしてもちょっと、うん、あの少なくなっちゃうような気がしましたね、うんうん、はい、やっぱ ある程度こう弾むような感じがある方がいい場合もやっぱあるんですよ、うんうん、そういうことから言うとやっぱりちょっと重たすぎるのかなって気はしましたね、うんうん、結構重たいですもんね、結構ずっしりきますから、うん、はい、まあ、でもその、まあ、これも完全に好みなんで、うん、そのがっちりと抑えて、うん、そういうちょっと硬い表現というか、うん、タイトな表現したい時にはまあいいのかなと思いましたけど、うん、自分の僕個人のその、好みから言うとそのちょっと小さい軽い方のモデルの方が好きでしたね、うん、はい、まあ、お部屋によっても変わると思うんだよね。そうなんです、まあ、あくまでこの環境で、うん、聞かせてもらった感じなんで、うん、まあ、あくまで個人的なあれなんですけど、うんうん、僕個人の好みから言うと本当にそのちょっと軽いモデルの方が好きでしたね。まあ、響きがあるところだったらこういったものをタイトめにしたいって人はどうなんですかね。そうちょっと分かんないですけど、ちょっとそうですね、やってみないと分からないっていうのがまあそうですね、そうですね、まあ本当にプレイヤーとかによっても多分相性絶対あるんで、うん、あとトーンアームとか、うんうん、そうですね、はい、まあ、いろんな、まあ、本当に振動とかの問題になってくるんで、うん、やってみないとわからないっていう、ね、これは一概には何とも、そうなんですよ、あくまでこの環境で聞いた感じでしか言えないんで、はい、そうですね、はい、まあ、でも面白かったです、うん、それでいろんなアクセサリーね、はい、アナログに関してはいっぱいあるんでね、はい、まあ、本当に遊んでいただくしかないですよね、はいはい、それでまあ自分の世界観みたいなものを作って、まあ、失敗もするでしょうしね、それもまた楽しいんですけどね、趣味として、ね、はい、あれなんで、はい、まあ、まあ今回はね、こんな感じで、はい、テクニカさんと、そうですね、親父さんの、はい、まあ、コラボといいますか、そうです ね、2つ、はい、面白かったです、テクニカさんね、はいはい、いろいろ聞き比べさせてもらいました、はいはい、いろいろ貸し出しありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということで、VM のカートリッジと、はい、スタビライザーの、そうですね、はいはい、簡単で、まあ、僕らなりのね、はい、レビューにはなりますけども、はいはい、やらせてもらいました、はいはい、ということでご視聴ありがとうございました。まだ登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。では